めまいでお悩みの方に朗報です。漢方薬陽経術漢方がめまい発作の第一選択薬として注目されています。この漢方薬は回転性めまいや立ちくらみに特に効果があります。小児の起立性調節障害にも使用され、朝礼で気分が悪くなり倒れるような症状にも効果があります。陽経術漢方は比較的体力の低下した人に適しており、めまいや身体動揺感、立ちくらみなどの症状を改善します。また動悸や息切れ、頭痛にも効果があります。神経質やノイローゼの症状にも使われ、幅広い効果が期待できます。この漢方薬は服量、経皮、薬術、肝臓の4種類の生薬から合成されています。これらの生薬が複合的に作用し、さまざまな症状を改善します。似たような効果のある漢方薬として、半夏略術天麻湯や五苓散、遮肝臓湯などがありますが、それぞれ特徴が異なります。自分の症状に合った漢方薬を選ぶことが重要です。漢方薬は体質に合って初めて効果を発揮します。自分の症状にどんな漢方薬が合っているか、漢方の専門家にご相談ください。